ちは。 NPO 法人松江音楽協会です。今日は子どもアートデー実行委員会が主催する子どもアートデーの会場にやってきました。子どもアートデーは日頃から子どもに関する活動をしている多くの団体が集まって実施する楽しい子どものための催しです。新型コロナのために2年間延期となっていましたので、今日はやっと開催できて会場は活気にあふれていますね。今日はこの催しの中の情報コーナーの展示についてご紹介いたします。はい、では最初は認定 NPO 法人足笛さんのご紹介いたします。展示のテーマや日頃の活動の様子を伺ってみましょう。こんにちは、認定特定非営利活動法人足笛の須山です。私たちは人々の暮らしの中に演劇を浸透させようということで様々な活動をしています。足笛の公演の場にも海外から劇団を招聘したり、また新海シアター未来学校で小学生の皆さんと一緒に劇作り体験をしたり、また地域に出かけてコミュニケーションワークショップを行ったりしています。特に今年は11月の5日から13日まで第7回松江森の演劇祭を開催します。新海シアターでは季節に合わせてまだまだイベントも企画していて、マルシェなどもしています。気軽に皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。では続いて NPO 法人親子劇場松江センターさんの展示ブースを覗いてみましょう。親子劇場松江センターさんは子どものための生の舞台芸術をたくさん開催していらっしゃいます。さまざまな活動をしていらっしゃいますね。子どもたちの豊かな成長を育む活動、会員の皆さんが大切にしておられます。ぜひ応援したいですね。最後に私たち NPO 法人松江音楽協会の展示コーナーのご紹介です。私たちはプラバホールを拠点にさまざまな形で音楽を届ける活動をしています。その中でも今日は学校へ生の音楽を届けるワクワク音楽体験事業についてご紹介します。令和4年度は6校10公演の鑑賞型ワークショップを実施します。その他に特別バージョンとして金子ミュージピアノリサイタルに合わせて金子さんに学校訪問をしていただき、体験音楽会を開いていただきました。またここ島根県民会館で開催される県民オペラ・ラ・ボエームの出演者による感動オペラ体験も3校で開催することが決まっています。終わった後の子どもたちのキラキラした目が印象的な、とてもやりがいのある授業です。これからも続けていきたいと思いますので、皆さん応援してくださいね。今日は島根県民会館での子どもアートデーの会場からお届けいたしました。